勝山館は北海道檜山郡上野国町にあった中世の日本の城。昭和52年4月12日、上の国館跡のうちの一つ、勝山館跡として国の史跡に指定された。追記年代は不明だが、立北端にある館上、八田宮の創建が文明5年と伝えられているため、この頃の築城と推定されている。 柿崎信弘あるいはその子光弘以降、柿崎市の本拠地とされていたが、光弘の時代の栄を11年に、正木の徳山間に本拠を移転して、以降は、主要な副城として、脇間転じて、和義の館と称され、一族を廃した。恵比寿王山の中原、南から北へと伸びる斜面を利用して、長さ270メートル、幅100メートルで総面積20.9万。 平方メートルの規模を有する。さらに城の背後から山頂に向かって、中世和人の墳墓群が存在する。戦後、エビソ山墳墓群の調査が先行され、館そのものの本格的調査は、昭和52年の史跡指定後の昭和54年になってからである。その結果、15世紀後期から16世紀後期にかけての陶磁器、金属器漆器、 骨格器など7万点に及ぶ異物が出土しており、主要な異物921点が国の重要文化財に指定されている。2017年4月6日、俗日本100名城に選定された。ありがとうございます。